四則計算、意外と正解できない計算式、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。引き算からすることがあるようですが、もちろん括弧内の掛け算から先にし、さらに引き算をしますが0になり、次の割り算も0として残った12を答えとすることもあるようです。計算の決まりとして0で割ることはできず、その時点で12との計算もできず、解なしが正解となります。例えば右上のような8÷4 は8は4の何倍という意味で2が正解ですが、8÷0 は8は0の何倍という意味で答えが存在しません。よって解なしとなります。おまけ問題です。工夫して計算してください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。